カーネーション、リリー、リリー、ローズはアメリカ人の画家ジョン・シンガー・サージェントによる油絵である。この作品は昼から夕暮れへと変わる頃に髪のランタンであるちょちんを灯す二人の少女を描いている。背景となる庭にはピンクのバラが散らばり、アクセントとして黄色いカーネーションが刺し、葉を伸ばした白いユリの花が咲いている。この作品は絵に奥行きを与える。 水平線らしい線がなく、ただ緑の葉が画面を占めている。鑑賞者は少女たちの視線に立ちながら、同時に彼女たちを見下ろすことになるのである。中央の二人は、サージェントの友人で、イラストレーターのフレッド・バーナードの娘である。左のドリーはこの時11歳、右のポリーは7歳だった。はじめは、フランシス・デービス・ミレットの5歳の娘キャサリンが、 描かれるはずだったが、髪の毛の色を理由にブロンドであるドリーとポリーがこの作品のモデルとなった。作品のタイトルは、ジョゼフ・マジンギーのポピュラーソング、汝、羊飼いよ、つけよから来ている。これは、男性のトリオによる花の女神の召し物についての、牧歌的な喜びの歌である。すなわち、彼女の頭には果敢、頭に巻いたカーネーション、リリー、リリー、ローズ。 この作品はコッツウォルズのブロードウェイにあるファーナムハウスのイギリス式庭園が舞台になっている。ここでサージェントはミレットたちと1885年の夏を過ごした。スキャンダラスなマダム X の肖像を発表したことで起こった喧騒から逃れるためパリからイギリスに引っ越した直後であった。サージェントはこの年の9月にアメリカ人画家のエドウィン・オースティン・アビーと テムズ川を折り木々や百りの合間にかかるランタンを眺めながらこの作品のインスピレーションを得たと言われている。彼は夕暮れ時の光を正確に捉えようとしてこの絵を古外で制作している。そして1885年の9月から11月まで毎日庭が夕暮れ時の紫の光に包まれて完璧な光の具合となる数分間に絵の制作を行った。庭園の花は 夏から秋に移り変わって枯れてしまい、人工の花に植え替えられた。サージェントは、翌年の夏になってもミレットの新居で作品に手直しを加え、要はわ1886年10月に作品は完成した。その過程で、サージェントは長方形のカンバスを切り落として、左側の60センチメートルを削除し、作品をおおよそ正方形に近づけた。 この作品は1887年のロイヤルアカデミー一家記展覧会に出品されたが、その反応は複雑だった。中には、サージェントのフランス的な様式への批判もあった。しかし、賞賛の声も多く、ロイヤルアカデミーの会長であったフレデリック・レイトンも、テートギャラリーにフランシス・シャントリーの遺産を当ててこの作品を購入することを勧めた。カーネーション、リリー、 リリー、ローズは、サージェントにとって、初めて公立の美術館から購入される作品となり、その後も、デートコレクションの一部として、デートブリテンで展示されている。ありがとうございます。